はい、今日ご紹介する注目のスポットがこちら、阿久根市のイワシビルです。阿久根市といえば豊かな自然と美味しい海産物が有名ですよね。こちらのイワシビルは阿久根市の老舗の水産加工会社下園薩藤商店が運営していて、イワシの群れのように多くの人にこちらのビルに集まってほしいという願いを込めて2017年にオープンしました。さあ、なぜこのイワシビルが今注目を集めているのかといいますと、こちら地域の素晴らしい名品や地域を元気にする取り組みを表彰するふるさと名品オブザイヤーの古都部門で最高賞の地方創生大賞を県内で初めて受賞したんです。さあ、このイワシビルが地域を盛り上げるために取り組んでいるそのこと、この後しっかりと私がご紹介しますよ。さあ、阿久根市のイワシビルに来ています。こちら1階は特産品などを扱う土産物屋さんで、2階は加工品の工場、そして3階は宿泊施設となっている大変ユニークなビルなんです。では早速1階の土産物屋さん見てみましょう。さあ、見てください、このたくさんの品揃え、もうどれも美味しそうなんですが、まず小田さんにおすすめしたいのがこちら、旅する丸干しシリーズです。こちら丸干しの癒しをオイル漬けにしているんですが、もうお酒にも合いそうですよね。いかがですか？パッケージもとても可愛いですね。そのまま食べられるのがいいですよね。そうなんですよね。こちらパスタと一緒に混ぜても美味しいということなので、可能性は無限大ですよ。そして続いてはこちら、高エビを焼きエビにしたラー油でして、こちら写真もあるんですけれども、卵かけご飯にのせると大変美味しいんだそうです。もうこちらもおすすめです。さあ、そしてもう一つおすすめなのが、そのまま焼かずに食べられる腹ペコイワシ。こちらですね、苦味も抑えられていて、さらに顎を鍛えられるということで、成長期のお子さんにもおすすめなんだそうです。いや、どれも美味しそうですよね。さあ、そしてこちらカフェも併設されているんです。こちらでいただけるのがイワシではなくタイ、タイ焼きです。こちら隣に塩の入ったクリームが乗せられていまして、それをつけて食べるのがいいんだそうです。早速いただきますね。うわー、最高ですね。あんこもたくさん入ってますよ。いただきます。もっちもちですね。こちら米粉を使っているということで、食感が大変もっちもちで美味しいですね。で、またこのクリーム、塩が入っていて、しょっぱさがもう甘いあんこと合わさって絶妙です。美味しいですよ。このゴールデンウィーク前半もこのたい焼きなどを求めて多くの方が訪れていました。この日は県内はもちろん関東方面からもイワシビルを訪れていました。訪れた人はお土産を買い求めたり、お茶を楽しんだりしていました。美味しそうだねってあの子が言ったんで、あ、言ってみようと思って。もちろんすごくいいですね、お姉さんとか。インスタグラムすごいおしゃれで、いろいろご当地のものもあっていいと思います。いや、面白いと思いますよ、本当に。なんだろう、あんまりこういうお店ってないですし、まあ、いろいろね、お土産として買うのもいっぱいありますから、持って帰るのはすごい楽しみだなというふうに思ってます。でも本当に多くの方が訪れていて賑わっていました。さあ、ここからは下園薩藤商店の3代目下園正弘さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、こちらも1階は特産品などのお土産物、2階は加工品の工場で、3階は宿泊施設と、本当に面白いビルだなと思うんですが、このビルを作られたその最初のきっかけ、思いっていうのはどうだったんでしょうか？最初はですね、うちの父がですね、勝手にこのビルを買ったところから始まりまして、で1階2階は、まあ、食パグカフェと工場っていうのは作ろうと思ってたのですぐ決まったんですけども、まあ、3階何にしようかっていう時に、このうちの旅する丸干しのこの旅っていうのと、簡易宿泊施設ホステルというのがイメージも合うんじゃないかなというので、宿泊施設を始めたというビルになります。きっかけもまた面白いですね。で、その中でこの今回
名品オブザイヤー、ふるさと名品オブザイヤーを受賞されていかがですか？そうですね、私たちのこのいわしビルというお店がですね、店ショップのメンバーも自分たちで商品開発とかいろんな企画をしながらいろんな取り組みをして、成り立っているビルなので、まあ、そういった取り組みが非常に評価されたというのは嬉しく思っていますし、まあ、これからもですね、そういったやる気のある子たちがどんどん入ってくれるといいなと感じています。の熱い思いに若者たちの熱い思いが重なって今後どんどんどうなっていくんだろうという楽しみがありますよね。ということで今後の目標を聞かせてください。今年のですね、8月9月頃にもですね、枕崎に新しいお店をオープンする予定でして、そこはもっと田舎なところになるんですけれども、山猫瓶詰め研究所というお店になります。そこでもですね、その地方のその地域の歴史とか伝統文化、そういったものを生かして商品開発とかをしていきたいなと思っているので、まあ、そういったお店がどんどん日本全国にできていくと面白いなというふうに思っています。今後がますます楽しみですね。もう活躍期待しています。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ということで今回は阿久根市の注目スポット、いわしビルから